ナロードニキは1860年代及び70年代にロシアで活動した社会運動家の総称。農民の啓蒙と革命運動への組織化により訂正を打倒し自由な農村共同体を基礎にした新社会建設を目指した。彼らの活動はナロードニキ運動として知られた。ナロードとは農民に代表される一般民衆を意味し、 ロシア語の表現に由来する。ナロードニキ運動創設者の一人、ニコライ・チェルヌイシェフスキーナロードニキ運動は、皇帝アレクサンドル2世によって実施された、ノード解放の後に起こった。彼らの主張によれば、ノードは確かに解放されたものの、実態は、賃金奴隷として売られ、地主が資産家に変わったに過ぎなかった。ナロードニキ運動はそうした現状に対抗する。 政治勢力として始まった。一方でナロード2期は、階級的な理想を抱いており、旧来の土地所有制度を嫌をしたが、ロシアの共同体であったオプシチナから農民を追い出すことには反対していた。彼らはまず、オザク・ミノリとクラークの間で増していた対立に注目した。複数の運動グループが結成されていたものの、 ロシア君主制と、不能とみなされた、クラークの打倒、小作の大の土地の分配を目標としていた点で、共通していた。ナロードニキの大部分は、資本主義の段階を飛ばして、社会主義を実現できると信じていた。ナロードニキは、尾崎みのりが君主制を打倒し得る、革命的階級であると判断し、村の共同体を社会主義の初期段階であると信じた。 しかし同時に、彼らは、歴史は結出した人物によってのみ作られ、そうした英雄が、消極的な古作の王を革命に導けるのであり、オザクミノリ自身では革命を達成できないと、信じていた。ワシリー・ボロンツォフは、ナロード・ニーキやマルクス主義者といったロシア知識人に、1870年代の、 敏感で活発的な時代と対照的に落ち込んだ精神的無気力から奮起し、ロシア経済発展の科学的理論を作成することを求めた。イリア・レーピン、ナロードニキの逮捕トレチャコフ美術館多くのナロードニキ、知識人は哲学的、政治的議論にとどまらない即時の革命を求めた。1874年春、ナロードニキ知識人は、 人民の中へという言葉通り、都市を出て村落へ向かい、小坂みのりらに反乱を説得して回った。しかし、彼らはほとんど支持を得ることはなかった。ナロードにきは、中流以上の出身者が多かったため、ロシアの小坂みのりに溶け込むこと自体に困難が、伴った。彼らは、衣装や踊りといった、小坂みのりの慣習を学ぶために時間を費やさざるを、得ず、また裕福な、 ロシア人は日常においてフランス語かドイツ語を話すことが多かったため場合によってはロシア語を学ぶ必要があった近代化した都市部の文化から隔絶していた農民たちから不審者として扱われ自警団に追われて農具で回復不能の暴行を受けたり魔女とみなされて裁判にかけられ家計に処された者も,も少なくなかった ロシア帝国内務省警察部警備局はナロードニキを弾圧した。革命家と彼らを支持するオザクミノリは殴打され、収監され、そして追放された。1877年、ナロードニキは数千のオザクミノリの指示を得て、反乱を起こしたが、直ちに容赦なく鎮圧された。この弾圧に対して、ロシア発の革命グループ、人民の意志が組織された。 このグループは秘密結社主導のテロリズムを支持し、それを改革のために政府に圧力をかける手段、大きな小作能の反乱の火を起こす火花、そして体制側の革命家に対する暴力の行使に対する避けられない報復として正当化している。皇帝アレクサンドル二世皇帝を尾崎実によって倒すクワては尾崎実が皇帝を 彼らの側の人物として偶像化していたため失敗した。そこで彼らは皇帝が神かかったものではなく殺害できる存在であることを小咲く実りに示すためにテロリズムの実施を拡大させた。直接闘争と呼ばれたこの理屈は政府に対する闘争の可能性の実証を連続させこの方法で人民の革命精神。 さらにその理論の成功に対する信頼を高揚し、そして戦える手段を組織することを示す意図があった。1881年3月13日、彼らはアレクサンドル2世の暗殺に成功した。しかしヨザクミノリが害してこの殺人におじけづいたことに、加え、政府は多くの人民の意志の主導者を公主刑に処したことにより、 グループの組織は衰弱と機能不全を招き、活動は短期的に停滞してしまう。しかしながら、こうした成り行きは、運動を終了させることはなかった。後の社会革命党、人民社会党、トゥルドービキは、ナロードニキと同様の思想と戦術を採用した。このためナロードニキの方針と活動は1905年と1917年の、 ロシア革命への道筋を開いたものと評価されている。コンスタンティン・ステール・ナ・ロード・2期運動は、コンスタンティン・ドブロジア・ヌ・ゲレアの作品と、ベッサラビア生まれで若い時には、人民の意志のメンバーであった、コンスタンティン・ステールの支援運動を通して、ルーマニアの政治と文化に、直接の影響を及ぼしている。ステールが設立を助けた各種の団体には、ステール、ガラベト・イブレ,レアヌ、 およびポール・ビュージョールが先導した文芸雑誌、ルーマニア人の生活に関係するものもあった。ステールとパポラニストの運動は結局ともに革命を拒否している。それでも彼はマルクス主義の枠内の主張ではあったが資本主義は農業国の発展に必要な段階ではないというナロードニキの意見を共有し、この考え方は バージル・マッドギルの哲学と共にイオン・ミハロッケーの古作ノートに受け継がれるものであった。ウラジーミル・レーニンの定義によると、ナロードニキ運動は、ナロードニキ運動によって我々は、以下の3つの部分からなる見識の体系を示した、ロシアの資本主義が悪化、後退を示しているとの認識。故に、資本主義による古い基盤の崩壊を、遅らせたい、止めたい。 防ぎたいなどとする主張と願望が、反動主義者によって叫ばれる。ロシアの経済システム全般、そして小坂実織は特に村落のオプシチナ、アルテリの存在によって、例外的特徴を有するという認識。異なる、社会的階級、及びその階級間の構想に関した、現代の科学によって完成された概念を、ロシアの経済に当てはめる必要があるとは、 考えられない。孫落のオプシチな共同体のオザクミノリは高等であり、資本主義よりは良いものと考えられるが、資本主義の基盤を理想化する傾向がある。あらゆる生活必需品と資本主義経済における矛盾の特徴がオザクミノリ層に存在することは否定されるか、あるいはまともに論議されることもない。これらの矛盾とそれが、 資本主義産業及び資本主義農業の分野でより発展した形との間に何らかの関係があることが否定される。一方には知識人と国の法的及び政治的機関、もう一方には特定の社会的階層の物質的欲求という間の関係が無視されている。この関係の否定にはこれら社会的要因に対する唯物論者による説明が欠如し、 そのことから、もう一つの方針に沿った歴史を引き出すこと、あるいは、その進路を変更することなどができる力を示すもので、あるという認識が導かれる。ありがとうございます。